どうもチャックバスです。今私はねクアラルンプール国際空港にいて、本日はですねこちら、プラザプレミアムラウンジ、私の動画でもね、何度かね、簡単にっていうか、まあ修行中のね中の動画で何度か紹介させていただいたことあるんですけども、まあ、一つのね動画にはしたことがありませんので、今回はねこちらのラウンジ解説っていう感じで動画やっていきたいと思います。ここはねプライオリティパスで入れるラウンジとなっておりまして、9月かなの、利用状況だとプライオリティパスで、6時間滞在することが可能です。それではね行ってみたいと思います。それではね、ラウンジの、シャワールームに入ってきました。こんな感じです。特にね、アメニティ等々は何にもないですね。足拭きマットとバスタオルっていう感じですね。で、なんと、まあ、こちらは普通のシャワーのあれなんだ、固定のシャワーですね。ですが、まさかのシャンプー、ヘア、ボディ全部一緒ですね。これはシンガポールのチャンギ国際空港の、クリスフライヤーラウンジだったかな。そこもこういうバージョンだったんですよね。シャンプーもリンスもシャンプーと、ボディーソープ全部一緒っていうね、ちょっと残念ですね。まあこちらプライオリティパスのねラウンジですからねとか言っちゃいけないかもしれないんですけども、こんな感じです。それでは軽く浴びたいと思います。それではね、シャワー上がりました。ちょっとねここのシャワールームはですねあんまり換気がよろしくないのか、鏡も全部曇っちゃってますね。まあまあ、深夜便でね来てね、ついてシャワーが浴びれるっていうのはいいですよね。でここ、先ほども言った通りねボディーソープと、シャンプーがね、まあ、一緒にはなってるんですけども、すごいねいい香りです。すごい思った以上にね悪くなかったですね、まあでも女性の方はやっぱりちょっときついのかな。まあ男性の方でも嫌かもしれないですよね。普通シャンプーとリンスボディーソープぐらいはね基本分かれてますもんね。まあちょっとね今暑いんでねこの換気が悪いって言ったらあれなんですけども、かなり曇ってて熱気がムンムンなんでちょっと暑いんでね、もうしばらくして髪の毛ね軽く乾かして出たいと思います。いやー暑い、でもいいですね、ありがたいです。それではねラウンジに戻って、ヌードルがありましたんでいただいてきました。見た目はそんなに美味しくなそうですけども、前回食べた時にね美味しかったんで大丈夫だと思います。それとコーラねいただいてます。ではいただきます。まあ、これね、あのヌードルバーのところに行くとこのカップ と、ね、麺がね置いてあるんでこのカップを取って自分で麺を入れてそれを店員さんに渡すと、まあ、全部茹でてくれて、まあ、スープ入れて渡してくれるみたいな感じなんで、最初に来た時ねあのどうやって注文するのか分かんなかったんですよね。いただきます。美味しい。まあ入っているのはこういう練り物と白菜ですね。美味しいですね。この
あったかいものがいただけるっていうのはいいですね。まあ、クアラルンプールはね、多分今日も20後半ぐらいの件はあるんですけど、他の動画でも言ってるかもしれないですけども、このクアラルンプール国際空港って冷房めちゃくちゃガンガンに効いてるんですよね。今シャワー上がりでね、 T シャツですけども、先ほどまで長袖でライトダウンまで着てましたからね。それで普通ぐらいですね。うまいっすね。もしここね、この空港来る方はね、まあ、ある程度ね、あったかい格好してきた方がいいと思います。前回9月に来た時なんかは、私もそこまでガンガンにクーラー効いてると思ってなくてですね、 T シャツしか持ってなかったんですよね。 T シャツ2枚着て、で、ライトダウンをたまたま持ってたのかな、フリースを持ってたのかな。それでも寒かったですね。外は暑いんですけどねで、今ね、9時ぐらいだと思うんですけど、朝のかなりラウンジ混雑してますね。まあ、もしよかったら来た際にね。残念ながらこれね、深夜はサービスやってないんで、日中の時間帯しかこのヌードルバー空いてないんですけど、利用してみてはいかがでしょうか。まあ、ピンタン茹でてくれるんですけど、まあ、この辺の白菜とかはね、まあ、9割生ですねまあ、美味しいですけどね、前は日本茶とかあったんですけど、どうやらなくなっちゃったのかもしれないですね。もしかしたら時間帯によってなのかもしれないですけど、今かなり混雑してますからね。なんかヨーグルトとかも本来あるんですけど、売り切れみたいな感じになっててなかったんだね。それではね、こちらに、しばらくね、ゆっくりパソコン作業でもしようと思います。それではね、プラザプレミアムラウンジ出ました。今回はね、こちらのプライオリティパスでね、入れるラウンジ紹介させていただきました。今ね、朝の10時ぐらいでちょっと混雑ね、落ち着いてきたんですけども、来た時、8時半ぐらいだったかな、かなり混雑してましたね。とある席をね、かなり探すぐらいね、混雑しておりました。まあ、こちらはプライオリティパスで、6時間、今のところね、変わってないみたいで6時間利用することができます。6時アルコールシャワーあります。で、アルコールなんですけども、残念ながらね、ビールだけ飲み放題っていう感じで、その他のアルコールは有料っていう感じになっております。まあ、でもね、食事、まあ、ビールだけですけどもアルコール飲めますんで、ぜひね、プライオリティパスね、持ってる方はぜひ利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。